晶タブレットベイク VK2200 のレビューをしていきたいと思います。本体にしっかりとしたスタンドが据え付けられていますので、かなり大きいです。広大な草原でお絵かきしているかのような感覚です。幸せ。こんにちは、イラストレーターのののまろです。今回は液晶タブレットベイク VK2200 のレビューをしていきたいと思います。以前紹介したベイクさんの液晶タブレットです。名前に2200とある通り、画面の大きさは 21.5 インチのタブレットということで、かなり大きな液晶タブレットとなります。価格は5万円を切る、いえ4万円で購入できてしまう液晶タブレットとなっております。では早速開封していきます。梱包は非常に丁寧です。本体です。本体にしっかりとしたスタンドが据え付けられていますので、かなり大きいです。左側にタッチ式のショートカットキーが6つ、右側に電源や液晶の調整をするタッチキーがあります。スタンドはこのように調整します。スタンドの調整幅が大きいので、いろんなスタイルで置くことができると思います。スタンドの下の足が後ろに畳んであるので、しっかり前に出して使うと安定します。付属品を見ていきましょう。こちらペンです。ペンは2本ついています。このペンは充電式となっていますので、片方を使用しながら片方を充電するという使い方ができます。フェルトケースと充電ケーブルも2つずつ付属しています。最初は充電されていないので、開封したら充電しておきましょう。筆圧は8192レベル、傾き検知60度がついています。こちらペン立てです。返芯は20本付属しています。交換用のリムーブツールが付属しています。電源アダプターがパソコン用の3つのピンがあるものなのですが、このタイプを挿せる家に住んでいる方は少ないと思いますので、通常のコンセントに挿せるアダプターを概要欄に貼っておきます。 HDMI ケーブルも付属しています。こちらをパソコンにつなぎます。少し前の Mac 用にミニディスプレイポート用の HDMI アダプターが付属しています。親切ですね。こちらがペンの信号をパソコンに伝える USB ケーブルです。少し変わっていて、どちら側も挿せるようになっていますが、他の製品に使うと故障するかもしれないので、この製品専用として使ってください。タブレットグローブです。予備として2つ付属しています。では接続していきます。公式ページからダウンロードして使います。ベイクさんではドライバーが1つなので、迷わずダウンロードできると思います。机にセッティングしてみました。当然ですが大きいです。自分がいつも使っている場所にキーボードが置けないので、このように配置しました。タッチキーがあるので、ベゼルの幅が広い設計です。大きな液タブは腕をサポートするためにベゼルが広い設計になっているんだなと思います。ほぼ24インチの液晶と変わらないサイズ感です。薄さは液晶ディスプレイと同じくらいです。フルラミネーションディスプレイで視差が少ない設計です。液晶のセッティングは右側のタッチキーで行います。通常はロックがかかるので、下から2番目のキーを長押しすると調整ができます。日本語対応です。RGB 比は NTSC92% ですが、液晶は調整が必須だと思います。タッチキーはドライバーにて入れ替え可能です。ショートカットのタッチキーはちょっと反応がまったりで慣れが必要ですね。ペンのキャリブレーションはしっかりしましょう。こちらもドライバーから行います。では早速イラストを描きたいと思います。今回はサブチャンネルのヘッダー用に描くマロチーと愉快な仲間たちのイラスト、こちらの塗り工程から描いていきたいと思います。でかい。広大な草原でお絵描きしているかのような感覚です。
幸せこんなに大きい画面だと熱くならないか不安だったのですが、ほんのりあったかい程度でした。色味がとても細かく調整できるので、自分は普段使っている iMac に近づくように調整しました。筆圧がきちんと反応して塗りも濃淡の調整ができます。視差がちょっとあったのですが、調整したら少なくなりました。細かい描写は少し難しいですが、少し描いてみて慣れてきたらこのように絵が描けます。起き上がるまでの間にペンの充電は切れませんでした。完成です。以上、ベイクPK2200のレビューでした。このチャンネルではお絵描きに関する情報を発信しています。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタン押していただけると制作の励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではののまろでした。